九十三を借景とする九十花公園1九十花公園2九十三九十花公園は大分県武田市九十町の九十高原にある植物公園面積約20ヘクタール標高800メートルにある花の公園広い園内にはチューリップやラベンダーコスモスなど季節に応じて様々な花が植えられ日本百名山に数えられる 九十山を借景とする美しい自然が満喫できる。また、九十山の反対側には、阿蘇五竹を見晴らし、時には、雲海も見られるなど日本離れした景色が素晴らしい。夏は、涼しい高原の空気が、日頃の疲れを癒してくれるとともに、子供向けのイベントも充実している。毎年、春から秋にかけて営業し、冬季は休業している。1993年に開園し、 2003年のピーク時には年間約60万人の入場者を記録したが、2007年には約39万人に減少したため、財務状況が悪化。いくつかのスポンサーとの提携を模索した結果、2009年より施設の社員融資を中心に新会社を設立して営業している。2009年からは従来のチューリップの掘り取り、ラベンダーの摘み取りなどに加え、 ブルーベリーの摘み取りやミニ音楽会などの体験イベントを増やし、自然食品のテナントを誘致するなど自然との触れ合いと来園者とのコミュニケーションを重視して運営されている。2008年のスポンサーにより園内の整備が進んだため園内の花の生育状況は良く、ラベンダーなどは最盛期の美しさを取り戻すほか、この地域に自生する宮間霧島、梅雨時も、アジサイなども楽しめる。 園内は自然が豊富なため、アサギマダラなどの蝶や野鳥なども観察できる。ありがとうございます。